N95 のキア,アンリスは、ノキアが制作しているマルチメディアに特化した、ハイエンド携帯電話シリーズである。2005年4月27日に、ノキアは初の機種シリーズンリス機種となる N70 と N90 と N91 を発表した。その後も今日に至るまで新機種を発表し続けている。ノキア,アンリスの日本上陸は N71 として、 海外で発売されていたものを、ボーダフォン日本法人向けにローカライズし、ボーダフォン 804NK として発表して以来、ボーダフォン、ソフトバンク向けに、ソフトバンク 705NK、ソフトバンク X レニー NK、ノキア N82 を供給していた。型番の数字が2桁のオンリス端末では、シンビアン OS を採用し、ユーザーインターフェースには、S60 プラットフォームを採用している。 マルチメディアに特化した携帯電話で音楽プレイヤーや高画質カメラは標準装備、ベッドソフトウェアをインストールすることで様々な使い方ができるようになっている。NRIS は Bluetooth はもちろん海外ではマイナーな赤外線や Wi-Fi、GPS を備えたものもある。N95 はデュアルスライドを採用し音楽形態としての機能に特化している。n は ビデオカメラのような形状でムービー撮影に特化している。N92 や DVBH に対応している。N73 はカールサイスレンズを搭載しデジタルカメラ並みの撮影品質を備えている。なお、N770 と N800 と N810 は携帯電話ではなくインターネットタブレットと呼ばれる携帯機器であり、OS としてシンビアン OS ではなく、 デビアンベースの前もを採用している。ありがとうございます。